すことができまして、本当にありがとうございます。本当にありがとう。1曲目は、新しく作った曲、ニューノーマルウィンドって曲なんですけど、コロナの期間中にいろんなことを考えて、思ったことを書いた歌詞です。ですのでね、ぜひ歌詞を、歌詞カードを見ながらじっくり聴いてほしいので、今日お供えしたこのパワー、ぜひとも曲に入ってますので、ぜひゲットしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、4月11日にはね、ワンマンライブをやるつもりだったんですけども、まあ、コロナのこの影響で、延期にさせてもらったんですけども、その時に、お披露目する予定だった、シューティングスターの、その時ね、琴ちゃんに、大好きな憧れの琴ちゃんに振り付けを頼んだら、お披露目楽しみにしててねっていう話をしたんですけど、今日はこの場でお披露目させたいと思い、していただきたいと思います。でもさ、逆にマーブルよりこの畳の方がね、ちゃんと見ていただけるかもしれない、そう、良かったかもしれないと思って、頑張って踊りますので、ぜひ皆さんも楽しんでいってください。よかったら真似とかしてってね。はい、よろしくお願いします。
してあなたの心を伝えたいと思います。Thank you.
死んでありゃしない前を見ずにうつむき加減昔は良かったなんていつまでも泣き続けるの1日に、ワンマンをするために、結構1年間私たちマーブルマーブルを用意してきて、それに向かって1年間頑張ってきたんですけどもうこういうことになって、延期せざるを得なくなってで正直その先のことはなんていうんですかねワンマンがもうワンマンを全力で出し切ったらきっとその後答えが見えてくるはずと思ってなんていうんですかねあんまり考えないでもうそこで全力を出し切ろうと思って、計画してた4月11日のワンマンだったんですけどそれがなくなってしまってそしてこの後なんか本当代わりに11日には配信をしてティーナカノその時の思いっていうのをお話しさせてもらって聞いてた人もいるかなと思うんですけども、ちょっと休みたいなってその時思ったんですよなんですけどもう強制的に休まざるを得ない環境になってでみんなに会えなくなってなんかずっともうマーブルマーブル6年ぐらいやってましたよねで中で、3ヶ月もライブをしないことなんて今まで本当になかったんですけどこうやってなんかライブができなくなって改めて私はすごくライブが大好きだって歌うことが大好きで音楽が大好きでみんなのことがこんなに大切な存在だったなってことを本当に感じましたありがとうございますなんか本当にみんなの顔が見えないので何をしたらいいのか分からなくなってなんかどうしたら何が正しいのかな何が間違ってるのか
全然分かんなくて、なんかうまくできなかったんですけど、でもなんかそういう気持ちとかをそれでも前に進んでいくしかないんだと思って新曲は書きました。で本当そうやって迷ってる中で、本当このライブをやるかどうかもすごくなんかまだやっていいのかわからないなと思って、迷ったんですけど、さっき池口さんとあの換気タイムでお話しさせてもらった通り、池口さんがすごくあのやろうよって言ってくださって、それしてなんか本当にもしかしたらこのやり方が間違ってるのかもしれない、でも本当今日なんかすごい迷ったんですけど、でもこうやってなんか応援してくれてる人がいっぱいいて、こうやって今日という日をこういう感じで迎えることができて本当にありがとうございます。足を運んできてくれたみんなには本当に感謝してるのももちろんなんですけど、やっぱり心配だなって思ったりとか、あのそう言ってあの画面から応援してくれてる人もいます。どうもありがとうございます。本当にありがとう。気持ちが高まりすぎて歌えるかな。なんかそういうことをまあ考えて作った新曲ニューノーマルっていうのは新しい普通だから、これからあのこうやって配信とかやりながらライブしたりとかするのが、マスクをしたりとかするのが新しい普通になっていくのかなと思って、書いた曲なんです、はい、まあね、なんか刻一刻と世界が変わっていきますが、そういう速度に振り落とされないような、速い 195bpm の曲を持ってきましたので、それではもう一回、新曲ニューノーマルウィンド聴いてください。
どうもありがとうございました。ちょっとお待ちください。皆さんご協力をお願いいたします。